無事に戻ってこれたじゃないか。当然の帰結、推測通りの結果だが、しかしよくよく現実離れした能力だ。物理法則に律儀に従っているのは物質生命体としての本能的な恐怖によるものかな。本当に興味深い。邪魔するよ、京ちゃん。相変わらず物音一つ立てませんね、おじさん。おっと、すまん。またやっちまう。それと、その呼び方もいい加減改めてもらえませんか。京ちゃんこそいい加減諦めてくれない。いくつになっても美人の凄腕探偵にな。それで、いつからそこに。今来たところだが、なんかまずい。ああ、先客がいたのか。すまんすまん。いえ、この子は依頼人ではありますが。おお、では何者だい。紹介しておく。こちらは、ま、父の代からの付き合いでね、旧知の仲だ。信頼もしている。見かけによらずと思っただろう。ま、実際出なきゃ探偵ってのはうさんくさい連中とするんだ。おっと、失言失言。それで何か事件ですか。依頼で。今美味しいコーヒーを。いや、いい。今日は依頼じゃない。こう、エデン症候群の件で少し気になる噂を耳にしてね。聞かせていただきましょうか。この子なら大丈夫ですよ、おじさん。それにある種のスペシャリストになりうる素質があります。話を聞かせておくべきでしょう。そうか、京ちゃんのお墨付きなら問題ない。話ってのはエデン症候群患者を隔離している
例の特別病棟の噂だよ。おっと、未来の専門家さんにはエデン症候群の説明が必要かい？お願いします。エデン症候群ってのは、エデンを利用中のユーザーが突然、年々患者数は増えているが、原因、治療法、セントラル病院にはエデン症が妙に情報統制が厳しくてな、患者の家族も神代のイメージダウンになる。今回の件も噂の息を出ない類では、近くセントラル病院の背後、神代エンタープライズですね。ああ、セントラル病院は神代の息がかかっている。発症患者の増加、症状の重篤化傾向、それらが明らかになりつつある今、神代が普段の病院で人の出入りが激しくなっている。特別病棟のセキュリティも、これは何か、ようやくですね。ああ、やっとだ。やはりコーヒーを入れてきますよ。おっと、そろそろ署に戻らない。悪いが、乾杯はまたの機会にしよう。君、京ちゃんの入れたコーヒーには気をつけろ。特に色と固形物にはな。俺はいつか京ちゃんのコーヒーを監視、そいつはシャレになんねえ。聞いての通りだ。エデン症候群絡みの生きた情報は手に入りにくい。背後で神代の統制が行き届いている。そしてこれからさらにエデンで異変が起き、異常な状態の君が現れた。これは偶然か？いな、必然だ。この上なく明白な論理だ。私はこれからセントラル病院へ向かう。せ、君もぜひ、どうこ。君の状態に関する情報も得られ、求めよ、さらば与え。いや、君の場合、開けごまがた。
どうしてあなたが？ここは関係者以外立ち入り禁止のはずです。入り口は一つ。どうやって入ったの？警備員に何か。質問を質問で返さないでください。ひょっとして、そうです、エデン症候群について何か聞き、質問があれば誤解しないでください。いた、私は神城に世話になっている人。この患者、最近運ばれてきた患者ですね。この人、そうですか。治った人がいたと私が知っている人で最もなっても、きっと待つしかないんです。どうなるって見ての通りです。それ以外の症状は聞いたことありません。それは誤解です。神城もエデン症候群、そのためにこうして特別治療室だって用意した。専門医だエデンのせいで誰かが何とかしなきゃいけないんです。会話の弾んでいるところを邪魔してすまないが、ケビンさん、おし、リエさん、今日はこのケビンさんのたくましい大胸筋、リエ、あーん、我慢できない、ツンツンツン。岸辺様、仕事中ですので。あーん、お堅いのね。岸辺リエ、背後のお出ましか。神城の上役が何をしに来たのか気に。必要な情報は手に入れた。長いは無用。そこを出なす。おっと。では、ロビーで落ち合おう。あ。
れて。早く。ゆうこちゃん、お、げ、ん、き、リエさん、今日はどうしたんですか？大好きなゆうこちゃんの顔が。私が一人でいるのが心配なんですか？なんかリエちゃんセンサーがビビビッときた。ほら、辛いです。別に。強がって。ところで、ピクニック。はい。あ、いえ。私たちの。そんなこと。それとも、彼女、あそこの部屋とか、や。で出て行こうのリエお姉様が、ゆうこ手取り足取り腰と、なんだ誰も。でもゆうこちゃん別に構わないのよ。私なんてゆうこちゃんくらいの時にはうふふ。それじゃ、私たちが揃って顔を見せて。はい。あの人と。自分の体を外から見る衝撃の大きさは想像に難くない。体外離脱現象の一種と考えれば解決法もある。君はエデン症候群の未知なる症状の発症者、イレギュラー。それが分かっただけでも成果はまずまずとしておく。調査は焦ってはいけない。慌ててもいけない。ただひたすらに粘り強く、鉄頭鉄尾、堅固な黒金のごとき忍耐力で当たれ。父の言葉だ。さて本題だが、元の体に戻りたくはないか？では決まりだな。依頼にはエデンや電脳犯罪に関連した事件も多い。仕事をこなしていくうちに手が。安心しなさい。君の素質は私が保証する。君の能力は電脳絡みの。期待しているよ。よし、契約。君はたった今から私の助手兼サイバースルースだ。うん、ソファーにかけてコーヒーを入れてこよう。我々の。海ぶどう粒あんコーヒー、私の自信作だ。
見かけも芸術的だが、味も方向も…では、で…